列車は宇太兵に占拠されている。速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。始めじゃねえ。集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。手が込んでるね。こちらザックス。ザックス、順調か？アンジール、どうなってるんだ？神羅の兵士が敵だなんて。奴らは偽装した宇太兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。八番街の方だね。ああ。だが、それにはまず、駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよね。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。Activating combat mode。まずまずだな。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。Combat mode.
敵に後ろを見せるとはよほどの自信家か愚か者だ。どうして くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。バカな。さすがアンジル。訓練中止。なんで？マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザッツ。夢を持て。ああ。英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ。目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、
こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス。一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな？全然。我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにするって、ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。はあ、アンジール大好きだ。アンジールばっか。俺に恥をかかせるなよ。はっ、準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあれば。よう、ザックス、何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘トレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてちょっと読んでみろよ。メール読んだか？どうよ。ま、一度じゃ覚えられない。そんなこと。ま、必要な時に読めばいいさ。それと、さっきのトレーニングで使ったマテリアは、強力なマテリアは自分で手に入れる。あと、ミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録すれば携帯端末でミッション早速登録方法を教える。せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだね。セーブポイントは戦いや何かで不安なことがあれば中。せっかく登録したんだから腕鳴らしに。戦いや何かで。お疲れさん。ミッションクリアだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ。
舞台での活躍期待してる。おっと、地球ポットの説明がまだだよな。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。会社が用意してくれてる。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前、さて今日は何が入ってるかな。よし、出撃の準備が整ったみたいだな。最後に、今ラザード統括のありがたいお話やニュースこまめにチェックした。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。よし、女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだ。まあ大体そんなとこだ。そろそろ出発。アンジェルと一緒なんだろ。ああ、いろいろあり。アンジェルと一緒なんだろ。ウータイに出発する時、私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。ところで君の夢はファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにない、いい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ。俺に任せとけって。 Activating combat mode。 こら！ うらっ！ はっ！ おっしゃー！ Conflict resolved。 よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ待て、なんだよバカリンゴって。Conflict resolved. Osha!
combat mode. Shimatta. Conflict resolved. Osha! Anjiru. Bakaringo ってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。まもなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して、で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。通すわけにはいかない。敵は一人だ。援軍で迎え撃つぞ。アクティベイティングコンバットモード。Ha!
Conflict resolved. Ash, 楽勝だぜ。簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。いたぞ、あそこだ。おしまい。Activating combat mode.
combat mode. Arebre! Hak! Conflict resolved. Osha! Activating combat mode. なんとしてもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。兵長、突入してきます。ヒルムラ、こっちも突撃だ。貴様ら、activating combat mode. Conflict resolved. Utai ni eko are. Activating combat mode. ザックス、ご苦労だったね。砦内部の制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに。大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。あそこが砦の中央部。Activating combat mode. ブレッハッ。ブレッハッ。はい。おしまい。Conflict resolved. Activating combat mode. かかってこい。Conflict resolved. Osha! Activating combat mode. Conflict resolved.
行は苦手。二つふるさとうたい守るため。三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。ウータイ最強の戦士、こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。参ったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、参ったか。シュシュシュ、うわー、いってー、やられたー。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ仕事仕事。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ、急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。
ラザード統括見てるか急げ俺急いでるんだって また一つ貸しだ目が泳いでいたぞそうそれよりその剣欠けちゃったりしたんじゃないの剣よりもお前の方が大切だほんの少しなサンキュー。すまない。待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかったソルジャークラスセカンドザックスはっタンブリン砦攻略任務ご苦労だったね君の働きはしっかり見ていたよはっきり言って君の評価だが敵正体を引きつけアンジールのサポートとしてよくやってくれたセカンドとして申し分のない働きだったザックスファーストとセカンドの違いはわかるか与えられた任務を超えた活躍が求められるそれがソルジャークラスファーストだ忘れるなよさあ、急ごう。セフィロスが待っている。セフィロス？あの英雄の？すげえ！英雄に会えるのか？アクティベイティングコンバットモード。はい！ブラッシュ！はっ！ブラッシュ！ザックス、来い。ザックス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。分かってるって。
これって雨太兵じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。ジェネシス、脱走したソルジャークラスファースト、同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー？人間のコピー？アンジールはどこだ？ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて。
ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。あんたく何がどうなってんだ。アンジール、早く戻ってこい。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！誰だよ？アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タックスのツォンだ。これ、なんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンセルだけど、メール読んだか？まだ、後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。どこかへ任務に行く前は、これって連絡が来ない。オス、ザックス。任務の前は行きたいところへ行ってしたいこと、なんというか、こで、これから1階まで降りて。よし、8番街だ。じゃあここからは別行。え、マジ？誘っ、俺なりの気遣い、分かれよ。お前任務の前で時間がないだろ。一人の方が、もし会社に戻りたいならあっちだ。じゃあな、ザックス。ま、
あなた、もしかしてソルジャーさん？ソルジャーのザックスだ。よろしく。ザックス？聞いたことないわね。どうせに今最強のソルジャーは誰かって話をしていた。私はアンジール様ね。真面目な雰囲気に倹約家なところが。ソルジャー最強の男っていうとセフィロス様以外、上半身裸の姿を考えただけで。何を言ってるの。時代はジェネシス様よ。ソルジャー最強の男なんですから。ソルジャークラスファーストって意外に女性。よう、ザックス。ブリーフィングルームへ行ってくれ。タークスが待ってるから急いだ方がいい。こんなに急ぎだとは知らなくて誘って悪かったよ。じゃ、任務頑張れよ。暇になったら。早くしろよ。Activating combat mode.
Activating combat mode. かかってこい。早くしろよ。